演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。旅の前に銀座製品を入れる。銀座ってあの枝豆とか使ってるわけですけど、ね、それがシリップになるってよく想像できないですね。どんな感じなんでしょう。どうぞ飲んでみて。全体的にバニラの食感が、食感で味わいが強い飲み物で、後からほんのり銀座の風味と食感が追い出てくるような、そんな感じですね。で、ずんだを買ったので、さらに銀座もちほどではないかなというので、ちょっと強いずんだを使いすると、かもしれません。さらに、ただのバニラでは丸太にないかなということでお勧めできるような商品です。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演技で終了。